はい、どうもかげです。ドラフト括弧高卒のみでペナントを制すやっていきたいと思います。まずじゃあ、この前取ったドラフトの選手を能力を見ていこうかね。選手紹介、ドラフト1位は誰だっけ。熱田だっけ。ドラフト1位、熱田、三重県の左投げ左打ちか。夏の全国大会ベスト8、俊足が武器。チームが負けてる場面、逆境丸か。能力はこんな感じです。まあパワーもほぼ D で考えると、まあミートさえ上げたら使えるんじゃないかという選手ですね。そして期待の逸材、いいね。期待の逸材って早熟がないんだっけ。普通になるんだっけ、期待の逸材だと。でドラフト2、谷本、新潟県出身、右投げ右打ち、ポジションはショート、高卒ナンバー、高校ナンバーワンショートという。あー、チームプレーもあるか、いいね。自分の希望や考えるチームをチームプレーを優先して接することができる選手である。そして能力値も結構高いしね、これは将来ちょっといい選手になるんじゃないかと思います。でドラフト3位、相原、右投げ両打ち、セカンドとシャードもサード守れる、甲子園優勝のセカンドだね。甲子園優勝時の1番セカンドだね、多分。一度当たり出すと止まらない、調子乗ると声出せられる。多分な、夏の全国大会甲子園でな、めちゃくちゃ打って、多分安打記録とか持ってるかもしれないね。と打ち出したら止まらないっていう。そして逆境にも強いからね、負けてる場面に逆転ヒットとか打ってるかもしれないね。足がそして速い。こんな感じです、今年のドラフトの選手は。留学は行ってないんでね、誰も。よし、じゃあある程度飛ばすか。交流戦までとりあえずちょいちょい見ながら飛ばしていこうか。負けてる、分かった。今年はでもそこそこ勝てそうな気するんだよね、メンツ的に。まあまあぼちぼち勝ってるよね、これ。うちにしては勝ってる方でしょ。いや、接戦の負けが多いんだよね、やっぱ。接戦の勝ちをね、負けをね、勝ちにできたら、ここでも3試合連続1点差負けでしょ。こういうのを勝ちにできたらね、もっと順位も上がってくんだけどね。まあまあぼちぼち、あ、ぼちぼち勝ってるじゃん。あれあれあれれ、5位なんだけど。あれ、5位じゃん。春の珍事だ。5位、うちが5位にいる。春の珍事だ。あ、国木が怪我した。国木が怪我した。8日、どうしよう。1点台か、下げたくないな。とりあえず様子見しようかな。ババを使うか。7点台ダメです。6点台ダメです。国木をじゃあちょっとリード時にしようかな。いや、棚橋でいっか。いや、リード時だ。ビハンディでも行こう。いや、2人リード時でいっか。リード時と中継ぎのエースでしょ。野手はどうだろう、頑張ってんのかな、みんな。本村さんダメです。ちょっと下がろうか。あ、高見が打ってるな。あー、堤と変えるか。溝口いいね、1番に置こう。中地下がるか。宮前は代打は持ってないのか。代打じゃないか、日吉が代打か。宮前じゃあちょっと使おうか、セカンドで。で、中地に変えの、あー、谷村を外野に置いて、ファーストにこうしようか。こうだな、こうだな、こうだ、こうだ。よし、これでいこう。とりあえずこれでいこう。いや、うち結構今年いけるな。今年ワンチャンある気がする。ちょ、グッズも買えるな、それだったら。とりあえず交流戦開幕までいこうかな。いや、交流戦は6試合あるんで、じゃあグッズ買いたいな。誰かのグッズ買おう。誰だ、誰かグッズ買える。中原、中原、近沢、正津、堤。堤ってどうなんだろう。堤は打ってるのか、果たして。打ってないね。中原、近沢、近沢買おうかな。近沢にちょっとかけてみるか。近沢にかけよう。1600増
増えてるか増えてないのか、果たしてどっちなんですか。お願い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 。あ、国木怪我回復。あ、負けてる負けてる。あ、勝ってる勝ってる。あ、近沢活躍してる。いいね。これは増えたんじゃないか。増えてる増えてる増えてる。金がある。金が金が金が金だ。蓮見蓮見蓮見井端蓮見井端近沢蓮見井端近沢。誰かを蓮見蓮見買おうかな。あ、蓮見井端蓮見井端で買おう。ダブルダブルでいこう。ダブルチャンスダブルチャンスでいこう。蓮見井端のダブルチャンス。金は1700。増えろ増えろ増えろ。あー、ヒンダだヒンダだ。あー、ヒンダだ。あ、ヒンダだ。やばい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 。あ、これは、あ、減った。これは減った。あー、増えなかったー。どうしよう。近沢にもう一回かけるか。近沢にもう一回かけるべきなのかな、これは。あー、11点台か。大関行こうか。11点台はやばい。梶本か。棚橋8点台か。一回ちょっと落ち着こうか。とりあえずこんな感じだね。配線処理配線処理ビハインド配線処理。中継ぎです。近沢だね。近沢にかけよう。あ、1割か。堤あげるか。宮前も打たないなってなると、倉本か。倉本セカンド守備がちょっとね不安なんだよね。近沢にかけてみようかな。交流戦、いや、ここまで飛ばして近沢、一回ちょっと様子見よう。近沢の様子を見よう。近沢どう？そんなに多分良かったね、かけなくて。これはかけなくて良かった気がする。まあ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 、全然 OK です。柳田、菅野、山田哲人、4割7本、すごい。近沢どうしようかな。ちょっと下がってるな、近沢。これはちょっとかけない方がいいな。ちょっとじゃあ飛ばそう飛ばそう。交流後半戦開幕までじゃあ飛ばします。よし、後半戦開幕まで来ましたね。で、今うちの順位は、まあ安定の最下位ということで、勝率はどうなってますかね。まあでも去年より勝ってる全然。てかめっちゃ勝ってんな。めっちゃ勝ってるじゃん、うち。これ100敗回避できるな。このままいくと100敗回避できます。まあ、なぜ勝ってるかというと、なぜ勝ってるんでしょうか。まあ、ピッチャー陣の安定っていうのがでかいのかな。国木が中継ぎで1点台だったのに、先発行った瞬間4点台になったら。中継ぎに戻そうかな、国木は。国木ちょっと中継ぎに戻しましょうか。中継ぎの方がいいのかもしれないな、国木もしかして。中継ぎで抑えれる輝くタイプかもしれない。まあ、先発陣もまあそこそこ安定してるっちゃ安定してるのかもしれないね、中継ぎも。低いレベルで安定してるね、4点台、3点台で。で、野手の方が、2割5分3厘、2割9分、2割5分。野手はダメだね。なんて勝ってんだ？うちなんて勝ってんだ？あ、藤田っていいじゃん。藤田で使うか。サードか。サードかぶってんだよね。一回使ってみようかな。いや、いいや。やっぱ岩田や。どうしようかな。なんか買おうかな、グッズ。でもグッズ買う選手いないんだよね。買って増える気、増えるそうな選手がいないから、もう思い切って飛ばすのもありだね。シーズン終了まで飛ばすか、また。いいのか、飛ばしちゃって。まあいいか。ドラフトまで行こう、今回も。本パートも。一回じゃあ、まあ、1パート、ドラフトを1回やるっていうのを2回連続やってみるか、1回ぐらい。よし、じゃあ、シーズン終了まで飛ばします。よし、シーズン終了まで飛ばしました。最下位だけど、結構勝ってる気がするな、今年は。
ああ、惜しい、ギリギリ100敗。ギリギリ100敗と、去年引き分け、おお、去年10回も引き分けしてんだ。40勝100敗、惜しいな。でもやっぱり伸びてるな、多少は。これ、来年100敗回避できるな。このままいけば。よしよしよし、いいよいいよ。成績じゃあ見ていこうか。成績を見ていきましょうか。投手ランキングは、あ、全部12位、まだ12位か、全部。お、規定3人いってる。高波7勝してるね、いいね。うちから8勝ピッチャーが出るとは。宮尾が8勝してる。まあ、ローテ1年間守ったからね。大曽根もね、いいよいいよ。柳井もいいね。国木を中継ぎで最初頑張って先発にしたらめっちゃ打たれたっていう。中継ぎの方が向いてるのかな、国木は。なあ、西武は玉山いいね、 3.6 球いいよいいよいいよ。玉山いいよ。あ、重い球覚えた。ホールドは馬場が一番多いのか。登板は62登板、工藤。打撃は近澤が2割8分。 OPS は堤か、2割8分1厘、15本65打点。中原やっぱ空いたんだな。中原2塁打7本、あ、でも7本も打ってんだ今年は。今年はでも結構打ってるな。溝口、うーん、井端、あいつどうなったんだろう。藤立は結局2割9分か。あ、高見は2割6分6分まで上げたんだ。一時期2割1分まで下がったからね。川北はやっぱり2割8分ってるね。いいね。まあこんな感じです。オフシーズン行こう。ね、あ、そうだ、毎回忘れ、あれ、グッズがない。年間表彰式、うん、お、来た、ゴールデングラブ、近澤と井端、いいね。お、新人王、相原。そうか、相原固定したもんな、セカンドで。あ、そうだ、相原覚醒したんだね。後で能力見せよっと。10年目、2年連続新人王出す球団、かっこ100敗。相原が覚醒しました。メッセンジャー相原が覚醒して3割打ってる、すごい。去年はセカンドは、本村がね2割何本打ってたんだけど、今年はちょっと相原に取られましたね。これは完璧に3割打ってるからね。片目打ちと逆境があるから、やっぱ結構打つの、まあ、うち逆境多いからね。負けてるし、大体負けてるから逆境が多いから打ててる説があるな。まあ、ここはそのままでいこうか。まあまあ、これ以上いいのはいないでしょう。金かけないと。一発も消したいからね。乱調も消したいな、乱調も。乱調消せるやついないの、乱調。このまま行こう。福井で行こう。スカウトもこのまま行こうか。あー、また赤字か。よし、じゃあちょっと契約更改で、ちょっと成績じゃない、金額調整します。よし、お金作れました。みんなやっぱりだいぶ要求するね。高いね、要求する金額が。うちにはそんなお金はないです。ドラフトまで行こうか。今年コンパートもちょっと行ってみよう。ドラフトまで、まあ時間あるか。このあんまり時間、まだ十何分しか経ってないと思うんで、カットしたらドラフト行こう。よし、今年は誰取るかな。まあ野手だろうね、やっぱり。138キロか、球が遅いな。おーおーおーおお、大学生か、びっくりした。あ、忘れてた、あれ、あの、スカウトの発掘を高卒にするの忘れてました、ごめんなさい。あります。だからこんなに少ないのか。少なっ、え、ちょっと待って、さすがに少なすぎる。でも今年も取らなくていいかな、ドラフト。あんまり、ちょっと今年少なめにしよう。金温存しようか。いいな、こいつ。お、福祉いいな。147キロ。コントロール F が気になるんだよね。あ、そうだ。今年あれやってなかったんだ。来年からやるようにしよう。毎回忘れるんだよね。
もう福士蒼汰取ろうかな。それやったら肩田の方がいいかな。肩田かな、肩田な、肩田、肩田取ろう。肩田と、島崎信長を取るか、島崎信長を、そう、島崎信長取るか。で、今年これで終わろう。今年はちょっとこれで終わろう。金を温存して練習機材買おう。練習機材を買いたい。肩田と島崎。お、島崎信長かっこいいな。さすが信長。ここで新戦力、ドラフト発掘。お任せ。よし。お任せ。お任せ。高卒。これでいこう。発掘してもらおう。帰国選手、誰か帰ってくるの？誰も帰ってこないのか。まあ、そうだよね。で、ポスティングは誰か。あ、近鉄じゃないわ。源田。おー、強いな。源田めっちゃ強くなるじゃん。日本で満足できなくなったんだって。FA 交渉。安楽。タワダ。砂田。砂田すげえ。あ、抑えやってんだ。畑。山崎康明。おお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 、やすあき、おお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 、すげえ。しかもめっちゃ伸びんな。あ、森友哉だ。キャッチャーやってんのかな。これ若手が FA する季節になってきたね。もうそんな時期か。もう10年もやってんもんね。森がソフトバンク。記載が壊れてる。おい、伊野尾いるじゃん。マイコラス、マイケン、マイケンもいる。マー君もいる。もう、あ、両取りして、両取りして、両取りして。マイケン、マー君を取りたい。あ、中田翔もいる。マイケン、マー君絶対す。あ、マイケンがクビになった。どこも取らない。そしてマー君、ジャイアンツ。マイケン、どこも取らないんだ。へえ。海外留学。コリアリーグ行かせるよね。短所のないリーグ。あ、短所のないっていいな。赤徳消せるんでしょ？ちょっと行かせよう。赤徳持ってる選手を行かせようか。もう赤徳持ってるのピッチャーぐらいだよね。うちのピッチャー結構赤徳多いよね。工藤と、他赤徳持ってる、野手は赤徳持ってるやついないよね、確か。工藤と誰行かせようかな。片岡行かせるか。萩野か、来たのか。正津じゃないわ。勝部かな。この2人、赤徳消してもらおう。いってらっしゃい。まあ、留学行った時点で金がなくなったね。金がだいぶなくなった。まあ、ドラフト取るんだったら留学した方がいいのかもしれないね、今は。スターミコントロール変化球ミート。これは安定で、あと何かを。球速も買いたいな。パーも買いたいな。よし、これでいこう。キャンプ。よし、じゃあ練習指示してきます。よし、練習指示終わりました。どうしようかな。とりあえず、じゃあ、あ、そうだ。あ、まあいいや。次のパートで、新入団選手の紹介をしようかな。よし、じゃあ、オープン戦行こうかな。柳井は先発です。今年は柳井先発って決めてるから。で、まあこんなもんか。国木は中継ぎでやってもらおう、今年も。中継ぎの方が押されるかもしれないしね。玉山押さえです。あ、大曽根も先発でやらしたいな。そうだね。大曽根先発やらしたいけど、そうなると誰が下がるんだ、中継ぎ。梶本か。そうなるな。
で野手の方は川北なら田浦でしょう。うん、ジョーも上がってきたな、だいぶ能力が。谷村ちょっと下げるか。ミート F だしね。めっちゃ被ってんだよねこの2人。ちょっと1回下げてもいいのかな。でも上げる選手いないか。このままでいこう。いやー勝利投手でスタミン調子次第でいこうか。リード時リード時ビハインドビハインド、敗戦処理。1番はセカンド相原で近沢、まあ、去年ととりあえず去年と同じオーダーでいいのかな。とりあえずこれでいこうか。まあ、まずこれでいってどうなるかだね。オープン戦去年3連勝したけどね、今年はどうだろう。今年もね、引き分け。OKOKOK。引き分けは OK だから、うちの中では。負けなかったらいい。ああ、負けた。でも惜しい、惜しい、惜しい。国木が打たれたのか。国木ちょっと今年中継ぎエースと頑張ってもらおうと思ってんだけどね。去年も中継ぎのエースとして頑張ってくれたから。ああまた国木、国木にシャレンズが負けた。これは国木ちょっと先発にするか外すか。溝口が怪我した。長い長いこの間。なんだなんかあったのかと思った。特に何もない長い間があったのに、溝口回復。よし、じゃあ今日も開幕戦まで行って終わろうか。今年はちょっと高速試合で見よう。軽く見よう。あ、相原くんダメでーす。セカンド、セカンド、セカンド。セカンドいない。宮前か。サード、藤田でいこう。よし、これでいこう。向こうの先発ピッチャー、安楽。よし。安楽を打って、あ、キャッチャーのグローブ白だ。かっこいいね。あ、終わった。終わった。ピッチャーもう、おお、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。19対1。ひどい。ピッチャーがひどすぎるわ。それはないべ。それはないべ。何なになになに、誰誰誰、みんなかでしょ。1回3分の1、9失点。1回3分の2、通気点4、7失点。棚橋がそして先取られてる。ショーズが3回も失点か。いいね。ひどいですね。ひどいですね。開幕からこんなのやってたら、スラファンも減るよ。開幕戦からこんな試合見せられたらね。そして、鼓怪我する。踏んだり蹴ったりですよ。とりあえず交流戦もちょっと見てみようか。軽く飛ばしながら見ようか。ああ、怪我した。めっちゃ怪我するじゃん。でも2試合目に勝ったね。怪我から回復。ああ、勝ってる勝ってる。まあ、ぼちぼち勝ってる気がする。ああ、そんなこと言ったら負け出した。3連敗です。はい、4連敗。あ、5連敗。はい、6連敗。はい、6連敗。はい、7連敗。はい、7連敗止まったら連敗は。勝てないな。全然勝ってないな、今年。去年より勝ってない気がする。何が悪いんだ。ピッチャーが変えよう。ピッチャー変えていこう。大関国木がやっぱ中継ぎだと抑えてんな。リッカス上げるか。馬場がダメなのか。ってなると国木と棚橋を勝ちパターンに置いてみるか。ビハインド、敗戦処理、リード時、こんな感じか。野手は打ってんのか。打ってないね。これはちょっと誰も打ってない。変える選手がいない。もう井端めっちゃ打ってる。あ、中地も打ってるじゃん。中地1番置いてみようか。1番中地、2番井端。こうか。
全然誰も打ってないな。とりあえず高見出すか。もうセカンド変えよう。宮前、よし、これでいこうか。これで交流戦まで見て、あー負けてる。宮前、そして怪我した。スタメン抜擢した瞬間怪我したな、お前。あー7対4、7対4。あー勝てる気がしない。これ去年よりやばい気がする。怪我人多くね。今年怪我人多くない。交流戦まで来たか。いやー今年はひどいな。勝率多分去年より悪いでしょう。100敗回避したいんだけど、そろそろ100敗回避した。10年やって100敗してるって。あー去年よりひどい。このままペースで100敗ペースだ。なんとかしないといけないね。よし、じゃあ今日はここで終わるか。いやその前に最後に新入団選手の紹介しようか。今までパートの最初にやってたけど、今回パートの最後でやってみよう。たまには選手名か、ピッチャーの、片野田ドラフト1位、甲子園準優勝投手、秋田県出身、右投げ左打ち。片野田智和、多彩な変化球を操る新人は、だってすごいよね。高校生でカットボール、スライダー、チェンジアップを操るからね。そして期待の逸材、同期入団選手、島崎信長。淳だった、信長じゃなかった。外野とサードも割れる山梨県の右投げ右打ち。走りやついてるやつ大体早熟説あるからな。多分こいつも早熟だと思う。信長も島崎信長も。島崎信長を知らない人はちょっとググってください。声優です。よし、じゃあ今日ここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。